大作品、キューピットの教育。ロンドン、ナショナルギャラリー所蔵。眠れるビーナスとキューピット、サチュロスは、イタリア、ルネサンス期の画家コレッジョが1526年頃に制作した絵画である。油彩。眠っている愛と美の女神ビーナスとそれを覗き見る、サチュロスを主題としているが、古代神話に転居となる物語は知られていない。コレッジョの演熟期の作品であり、 キューピッドの教育とともに、マントバのゴンザーガ家の人文主義サークルのメンバーだった、ニコラ・マフェイによって発注されたとみなされている。また両作品の成功が有名な、ユピテルの愛の神話が連作を、フェデリコ二世イゴンザーガに注文させたと考えられている。本作品は18世紀にユピテルとアンティオペの恋を主題とする絵画と考えられていたため、 現在でもアンティオペを描いた作品として紹介されることが多いが、長い間同じコレクションに所属したキューピッドの教育と共にシンプラトン主義的な愛の偶意を描いた大作品と考えられている。すなわち、キューピッドの教育が精神的な愛を意味する天上のヴィーナスを表すのに対して、本作品は肉体的な愛を意味する地上のヴィーナスを表すとされる。現在は、 パリのルーブル美術館に所蔵されている。コレッジョは森の木陰の下に身を横たいて眠るビーナスとクピドを描いている。画面左には身をかがめて立つサチュロスが描かれており、女神を覆う布を持ち上げて、裸体を上から見つめている。ビーナスは手に弓を持っており、また腰のあたりには矢筒が置かれている。対してクピドは大地に敷かれたライオンの毛皮の上で眠り、また、 ビーナスとクッピドの間には燃える松明が置かれている。松明はビーナスおよびクッピドのアトリビュートであり、ビーナスは燃える松明を持って定説の女神ディアナに相対し、クッピドは他者の愛情を燃え上がらせる。またライオンの毛皮は力の象徴であり、特にギリシア神話ではヘラクレスの持ち物とされている。そこでクッピドは英雄と戦って勝利し、その証として、 毛皮を奪ってきたと解釈されている。ポリフィロの愛の戦いの夢初版の差し絵。本作品の源泉としては1499年出版のフランチェスココロンナの小説ポリフィロの愛の戦いの夢の第7章との関連が指摘されている。ポリフィロの愛の戦いの夢は古代のものとされる遺物が多数描写されているが、第7章では 泉の妊婦の彫刻について詳しく描写されている。この第七章に添えられた挿絵では、木陰に身を横たえて眠る妊婦と、その足元で浴場したサチュロスが木の枝に結ばれた布を持ち上げて、妊婦の裸体を眺める様子が描かれている。妊婦の彫刻に関するいくつかの記述は、それがヴィーナスであることを暗示しており、なおかつ古代イギリシアの彫刻家。 プラクシテレスのヴィーナスの彫刻と関連づけている。ジョルジョーネが1510年頃に描いた眠れるヴィーナス。アルテマイスター絵画館所蔵。ミケランジェロが1508年から1512年にかけて制作したシスティーナ礼拝堂天井画の現在の一部。ミケランジェロの数年後、ジュリオロマーノがバチカンのビッピエーナ数奇教のために描いたヴィーナスとアドニス。 ベネチアの画家ジョルジョーネはコレッジョよりも早く、この場面をもとに、眠れるビーナスを描いたと考えられている。ジョルジョーネはサチュロスを描いていないが、眠るビーナスの姿が、ポリフィロの愛の戦いの夢の差し絵と酷示している。またキツヤーノは、ジョルジョーネの影響を受けて、ウルビーノのビーナスを描いている。コレッジョが本作品を描いた時期は二人の中間に位置し、一死。 サチュロスを描いている点で、ジョルジョーネよりも直接的にポリフィロの愛の戦いの夢に依拠している反面、同社の挿絵やジョルジョーネが描いたビーナスの図像によらず、短縮法を用いて縦長の画面を斜めに横切る形でビーナスを横たえさせ、さらに記述にないクッピドを描いているところに本作品の特徴がある。また縦長の画面に横たわる独特の構図のため、 ビーナスは観賞者に対して正面を向き、絵画に描かれたサチュロスがビーナスを見下ろすように、観賞者もビーナスを眺めることになる。このように絵画の中のサチュロスと観賞者とを重ねる構図によって、同時代のビーナスの絵画とは異なる、官能性を確立している。何人かの研究者は、コレッチョのビーナスについて、ミケランジェロ・ブオナローティノ、 現在のエヴァの影響を指摘しているが、両者の間に特別な類似性はない。しかし、ミケランジェロのエヴァは、ジュリオロマーノやペレグリーノでモデナに影響を与えており、彼らを介して影響を受けた可能性はある。特にジュリオロマーノのビーナスとアトニスは、マルカントニオ・ライモンディのエッチングによって、広く知られた。むしろ、ミケランジェロの直接的な影響は、サチュロスの方に認められる。 本作品のサチュロスが布をつかむポーズは、エヴァの傍らに立って、血の木の果実に手を伸ばすアダムのポーズとよく似ている。現在の図像が早い段階で、北、イタリアにも伝わったことは、キツヤーノがパドバで描いた初期のフレスコが、嫉妬深い夫の奇跡からも明らかである。そこでは、現在のエヴァの図像が反転して用いられており、ミケランジェロの影響が、はっきりと見られる。 これと関連して、ロッソ・フィオレンティーノ及びペリーノ・デル・バーガの素描に、基づくヤコポ・カラッリョのエロティックな神話画の連作版画の影響も指摘されている。カラッリョが、ユピテルとアンティオペで描いたサチュロスのポーズは、現在のアダムの影響が明らかであり、カラッリョを通じて、ミケランジェロの影響を受けたことが想定されている。カラッリョに関しては、ビーナスとクッピドとの類似も無視できない。 ビーナスのポーズやクッピドとの位置関係に加え、ビーナスの横たわるベッドが斜めに起き上がり、女神を正面から眺める構図になっている点は本作品とよく似ている。コレッジョがポリフィロの愛の戦いの夢の記述に登場しない、クッピドを追加した要因としては、イザベラ・デステが所有していた、プラクシテレスの古代彫刻、ライオンの毛皮の上に眠るクッピドが挙げられる。 人文主義サークルに古代彫刻を提供していたニコラ・マフェイがこの彫刻を知らなかったとは考えにくく、クッピドの追加は女性がビーナスであることを明示するアトリビュートの役割を持つだけでなく、ゴンザーガケが所有するプラクシテレスの古代彫刻を想起させることでイザベラ・デステに対してアピールしたと考えられる。また、コレッチョ自身が 古代の彫刻家プラクシテレスに並び立とうと試みたとする向きもある。キツヤーノが1540年頃に描いたパルドのビーナスの一部。この作品もユピテルとアンティオペとして知られる。ルーブル美術館所蔵。本作品はかつてはギリシア神話に登場する女性アンティオペを描いた作品と考えられていた。1709年と1710年に初めて、 アンティオペとして記録され、19世紀においても、ユピテルとアンティオペとして知られていた。アンティオペは、テーバ用ニュクテウスの娘であり、サチュロスに変身したゼウスとの間に、双子の英雄、ゼトスとアムピョンを生んだとされる。この物語は、オビディウスの変身物語でも取り上げられているが、ゼウスが訪れた時にアンティオペが眠っていたとは、語られていない。実際、 絵画に描かれたアンティオペは必ずしも眠っているわけではない。ゼウスがサチュロスに変身していることを示すためにアトリビュートの和紙が描かれている場合は眠っている女性をアンティオペと判別することは容易だが、そうでない場合はアンティオペとモビーナスとも取れる曖昧な作品が多い。本作品の場合はゼウスを示するものが描かれておらず、 また1627年のゴンザー崖の財産目録で眠れるヴィーナス、クッピドとサチュロスと記載されていること、イングランド国王チャールズ一世の時代に制作された、ピーター・オリバーのミニアチュールの複製が天上の愛を呼び、地上の愛と呼ばれていたことからヴィーナスを描いたものと考えられている。1997年に新たに発見された。 ゴンザーガ家の記録よりもさらに古い1589年のマフェア家の財産目録においても、コレッチョの手になる眠れるウェノス・トクピド、王位を取るサチュロスと記されていることがそれを裏付けている。ただし図像的にはカラッリョのユピテルとアンティオペトの類似が見られるなど、アンティオペトは極めて近い関係にある。ビレム・ファンハーヒトの1630年頃の絵画、 カンパスペを描くアペレス。近景に古代の画家、アペレスとアレクサンダーだよう、その愛人カンパスペが近景及び円景に多数の著名な絵画と彫刻作品が描かれている。本作品は画面右上に描かれている。デンハーグ、マウリッツ・ハイス美術館所蔵。大作品の発注に関する当時の詳しい状況は、半然としない。 少なくとも16世紀後半に大作品を所有していたのはマフェアであり、その後ゴンザーガ家のコレクションに加わった。1627年、フェルディナンド・ゴンザーガの死に際して作成された財産目録に記載され、その翌年にイングランド国王チャールズ一世が眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスとキューピッドの教育及び悪徳のグルイを購入している。 画家ピーター・オリバーが両作品のミニアチュールの複製を制作したのはこの頃である。パルミジャニーノが1526年から1527年頃に描いた聖ヒエロニムスの原子、ロンドン、ナショナルギャラリー所蔵。しかし、新京都革命でチャールズ一世が処刑されると、王のコレクションは競売にかけれ、キューピットの教育はイギリス王室のガラス職人。 トーマス・バグリーに売却された後、1653年に、スペイン大使、アロンソ・デカルデナスが購入し、スペインに渡った。対して、眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスは、悪徳のグーイと共に、ドイツの銀行カエヴァーハルとジャバッハに、それぞれ1000ポンドで売却された。さらにジャバッハは2つの絵画を、フランスのジュール・マザラン数奇教に売却した。 この時、眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスには2万5千フランの値段がついている。数奇教は他にも、アントニオ・バルベリーに数奇教から、コレッジョの傑作、聖カタリナの神秘の結婚と、聖、セバスティアヌスを贈呈されており、1661年に数奇教が死去するトルイ14世はこれら3作品を遺産相続人から購入した。その後、ルイ十四世は、 コレッチョの美徳のグーイを購入し、これらは後にルーブル美術館が所蔵する4つのコレッチョ作品となった。本作品の2年後、同じパルマ派の画家パルミジャニーノはセイヒエロニムスの原子でコレッチョがビーナスを描いた際に用いた極端な短縮法を吸収し横たわるセイヒエロニムスを描いている。また後世に与えた影響としてピーテル・パウル・ルーベンス、カルロ・マラッタ、 フランソワ・ブーシェといった画家が挙げられる。ピーテル・パウル・ルーベンス、シモンとイフゲニア美術史美術館所蔵。カルロ・マラッタ、アポロンとダプネ・ベルギー王立美術館所蔵。また17世紀におけるユニークな影響として、フランドルの画家ビレム・ファン・ハーヒトが挙げられる。ハーヒトは現存するいくつかのクンスト・カンマー作品、カンパスペを描くアペレスの一作目と二作目、また、パラケルスのいる。 コルネリス・ファンデル・ヘイストの画廊と題した作品のいずれにおいても画面右上に眠れるビーナスとキューピット、サチュロスを書き込んでいる。これらの作品には本作品をはじめ当時のアントワープにはなかった絵画も描かれており、芸術作品における博物趣味のある種の理想が表現されている。ありがとうございます。